図書館総合店への出展、セイブムロックは、東北地方太平洋沖地震で被災した、博物館、図書館、文書館、公民館の被災状況の共有と救援調整を、ウィキを利用して行うプロジェクトである。宮城県図書館とのコラボレーション事業は、被災地の図書館への支援例の一つであるとされる。2011年12月時点で、300人の 編集者による10万1200回の編集によって1万9500施設2万4300ページを要すに至る。もともとはサバリブレリーという名で図書館を対象としたウェブサイトであったが震災から1ヶ月間に寄せられた情報をもとに博物館や公民館、文書館など他の社会教育施設を統合して本形態を取った。ウィキには ミディウィッキーと、その拡張機能のセマンティックミディウィッキーを用いており、2011年6月には SMW により、今月のセマンティックメディアウィキのウィキに選ばれ、同年リンクトオープンデータチャレンジジャパン2011において、データセット部門最優秀賞を受賞した。また2012年には、情報科学技術協会が、その迅速かつ幅広い活動実績に対して、 第37回情報科学技術協会賞優秀、機関賞を受賞。2013年には、香港ウィキマニア開会式の基調講演として、岡本誠がその奇跡と状況を講演した。2020年、新型コロナウイルス感染症の進行に伴って、全国の公共図書館の閉館調査を継続的に行った。この活動に対して、 私的主言イニシアティブ主催の Library of イ,イヤー y e 2020において、ライブラリアンシップ賞を受賞した。ありがとうございます。